本日は、ANA ホールディングス代表取締役社長伊藤と、上席執行役員清水がご説明をいたします。足元では円安の中で燃油費の高止まりなどコスト増が続く中で LCC でありますとか外国車も含めて競争が激しさを増しておりまして、私どもをはじめ航空業界を取り巻く環境は大変厳しい状況であると思っております。一方で明るい材料としては、景気回復の中でビジネス需要をはじめとした航空需要が堅調であることや、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた首都圏空港のさらなる機能強化でありますとか、産業競争力強化への取り組み、訪日外国人渡航者が2000万人の達成に向けたさまざまな取り組み等々、ビジネスチャンスが生まれている状況があります。これらを確実に捉えまして、グループの成長につなげていきたいと考えております。また、本年3月30日からは、羽田空港国際線の増枠を受けまして、ロンドン、パリ、ミュンヘン、バンクーバー、ハノイ、ジャカルタ、マニラといった路線を開設をいたします。成田空港からはドイツのデュッセルドルフ線を開設をいたします。羽田空港からの国際線は既存便と合わせまして世界の17地点に1日23便、従来は10地点13便でありましたが大きく増加をいたします。2016年度末には営業収入で1兆8500億円、営業利益1300億円を達成をしまして、熾烈な航空業界の競争に打ち勝ち、世界のリーディングエアラインを目指してまいります。